皆さんこんにちは。今日は青島さん、何でも名鉄を利用して中部国際空港セントレアへ遊びに行くのにお得な切符を見つけたとかで、なんかルンルンなんです。セントレアへ遊びに行くためのお得な切符ですか？それは良い情報ですね。はい、そうなんです。ということで、今回は名鉄のお得な切符、セントレアフライトパークリニューアル切符をご紹介します。ところで、名鉄の中部国際空港セントレアへ行くお得な切符はどんな切符なんですか？はい、それは後ほど紹介することにしまして、まずは中部国際空港セントレアフライトオブドリームスフライトパークについてご説明します。セントレアフライトパークは中部国際空港に併設されている2018年10月にオープンした複合商業施設フライトオブドリームスの中にあるボーイング787型旅客機の展示を主体とした施設です。こちらの施設が昨年2021年12月にリニューアルオープンしたのをきっかけに発売されている切符です。フライトパークはどのようにリニューアルされたのでしょう？コロナ禍で休業していたフライトパークはもともと入場料のいる施設でしたが、2021年3月に有料営業を終了。もっと気軽に楽しめる施設として生まれ変わるため、一部のコンテンツを見直し、昨年12月に入場無料の施設としてリニューアルされました。確かに、以前は入場料のいる施設でしたね。無料になったんですか？一部、大型遊具などは有料ですが、原則、無料で遊びに行けるようになりましたね。無料なら、一度遊びに行ってみたいです。ところで、そろそろ詳しく教えていただけませんか？わかりました。それではセントレアフライトパークリニューアル切符について詳しく説明します。セントレアフライトパークリニューアル切符は、出発駅から中部国際空港駅までの往復割引乗車券のほか、特別車両券ミューチケット110円割引券2枚、お食事券セントレアで使える500円クーポン、フライトパーク内有料遊具1日利用券がついてくる切符です。発売設定期間が2022年2月28日まで、使用当日限り有効となっています。え、2月28日までですか？実はそうなんです。あと2週間しか使えないんです。それは急がないといけません。とりあえず切符の内容をもう少し詳しく教えていただけませんか？はい、まずは発売金額です。主な駅からの発売金額は、金山駅から大人2900円、子供2210円、名鉄名古屋駅から大人3010円、子供2260円、名鉄一宮駅から大人3470円、子供2500円、東岡崎駅から大人1960円、子供1740円、常滑駅から大人1960円、子供1740円、新舞子駅から大人2200円、子供1850円、太田川駅から大人2470円、子供1990円、知多半田駅から大人2900円、子供2210円となっています。ちなみに瀬戸線の各駅と中部国際空港駅が発駅となる設定はありません。特別車両券ミューチケット110円割引券が2枚ついてくるので、1回の利用が250円となります。お食事券はフライトオブドリームス第1ターミナル内の13店舗からお好きな店舗が選べます。選べる店舗とメニューですが、フライトオブドリームス内ではアドベンチャーカレーは太陽の欧風カレー、ビーフ赤ワイン煮込み、季節野菜プレート、ビーチャーズハンドメイドチーズはマック&チーズサラダセットコーヒー付き、シアトルフィッシュマーケットはダブルサーモンアボガドバーガーポテト付き、富士山ゴーゴーは味玉醤油ラーメン餃子 M ライスセット、イーサンストゥエルピザ&パスタはマッシュルーム&トリュフチーズピザ、またはスパゲッティボンゴレから選択です。第1ターミナルでは12月10日にオープンしたばかりのコメダコーヒー店では、スパゲッティ、ナポリタン、ミート、明太クリームから選択、コーヒーチケット1枚分の飲み物、鳥さんはは
名古屋コーチン親子丼唐揚げセット、若シャチ屋はカレーうどんまたはきしめん、味噌串カツ、ご飯、豚骨ラーメン、麺立つは豚骨ラーメン、チャーハン、ソフトドリンク、和の間は生赤目、きしめんのほか甘み、しらすご飯、サラダから一つ選択。エムズダイニングは若鶏の唐揚げ、骨なしカレーの唐揚げ、小鉢、漬物、ポテトサラダ、ご飯、味噌汁、ソフトドリンク。とんかつ和光は一口ヒレカツ3個、ご飯、味噌汁、味噌だれ、野菜たっぷり、タンメン、ベジタンは豚チャーシューラーメンハーフサイズ、シューマイ、デザート、本日の一品です。たくさんのお店、メニューがありますね。青島さんは個人的に米田コーヒーがおすすめだそうです。500円クーポンはセントレア第1ターミナル4階提灯横丁レンガ通り3階出発ロビー2階到着ロビーフライトオブドリームス第2ターミナルなどの店舗でご利用いただけます。ただしフライトパーク内有料夕暮用券の購入はできません。クーポン対象店舗は名古屋鉄道ホームページをご覧ください。フライトパーク内有料遊具1日利用券は二次元コードが記載されたチケット2枚、小児用、同伴保護者用を受け取ります。一つの二次元コードを複数人で利用することはできません。また同伴保護者用でお子様のご入場もできません。ちなみに青島さんが購入した名鉄岐阜駅からの発売金額は3870円でした。名鉄岐阜中部国際空港駅間の通常運賃が1370円ですので往復2740円、クーポンが500円、特別車の割引券が2枚で220円ですので合計で3460円、つまりセントレアでの食事が410円でできる計算となります。めちゃくちゃお得じゃないですか。その他の案内としては、この切符はお一人様からお求めいただけます。特別車をご利用の場合は別途特別車両券ミューチケットが必要です。払い戻しは全券返とも使用開始前で有効期間内に限り全発売箇所で所定の手数料を差し引いてお取り扱いします。再発行はできません。本商品はセントレア駐車場の割引対象ではございません。その他詳しい案内は名古屋鉄道ホームページをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。以上、セントレアフライトパークリニューアル切符のご紹介でした。いかがでしたでしょうか。詳しい説明ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。